はい、ということでね、本当にみんなが言っちゃいけない、喋っちゃいけない、みんながね、本当に人と会わないと元気がなくなっちゃうんですね、そういうみたいですけど、でもね、このワインはちょっとね、いいワインなんで、味わってみて、じゃあ今日はね、乾杯ということで、乾杯、ありがとうございます。デビューのエネルギーだと思いました。その時に私は思ったんですよ、ヤク先生にガウンを着てもらうか、それは闘魂のガウンを着てもらうか、ありがとうね、どうするかね。その時にもうそれを告知するんですよ、猪木さんが学会デビューする。だから猪木不安がどーっと来るわけですよ。それ面白いじゃないですか、ヤク先生の。本当にプラズマの先生は今皆さん猪木ファンになっちゃいましたからね。だからもうね、どうなっておりますよ。世界的に有名な先生がですよ、もう私たちの将来渡辺ですよ、渡辺教授の院長になったお祝いを一言言っていただこうと思ったので、私としてはもう最高のシチュエーションだと思って、もうそれで十分もうみんな喜んじゃうんですよ。もうそういうこういうことができるよというシチュエーションだったけど、ビッグもごど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 で、でも、サンゴはちゃんと剃ってますから。あ、すごいすごい。でも、シャコマイ、シャコマイ、シャコマイはやる、まあまあまあ、そういうことらしいですね。それでサンゴはね、植え付けたのに、それは良かったですね。できるよって、そんなことまでされてたんですか。でも、こんなの日本語がない、イノキアイランド行ってみたいですよね。イノキアイランドね、本当にプレイヤーだったら、イノキアイランド来たいですね。めっちゃ来たいですね。私も本当に知らかなんで、一番読めないから。その前に行ったら沈んじゃう。読みにくいんですよ、英語から。ブロックやったんですか。確かに大したわけじゃないですか。じゃあ誰が来たんだよ。ただそこは知事の権限だった。キツキがコロライダーって山がいっぱい島があって、それをわざわざ緑沼でもうみんな有名になってるのに、元の前に戻しちゃったので、あ、そうなんですか。まあまあ知ってみんな知ってますから。あ、いやいや、そうですけど、いや、それだったらじゃあ俺が誰がこれ面倒見るんだよ、どんどん侵食されて、和田の島だけじゃないですよ、他の島も全部ですか。環境問題も生まれてないから、いろんなテーマがありすぎるんですよ。なるほど。IT でやっぱり日本はデジタルで遅れてるんですよ、ね、でも所詮デジタルデジタルって言うとやっぱり最後は人だと、人がいなければデジタルも製造業もないわけですよ。この日本の得意技と言われているものづくりと言われても今も東南アジアでも遅れを取ってきているわけですよね、もう製造業の世界で。だからものづくりの国であればやっぱり人をやっぱりどういうふうに確保するか非常に重要な問題なんだけど、今若い人がもうなんかそういう仕事に行くというよりも違う職種を選ばせてもらうって、日本人の税には工業高校の高校生の高校生を含めた工学部で、日本の将来を背負った工学部の学生にですね、元気ですか、ちょっと一発気合い入れてもらう。元気ですか一言で全員元気になるわけですよね。これはすごいんですよね。こんな人いないですよね。元気ですかで元気になっちゃうんですよ。これはすごい。ね、アントニオ猪木最後の闘魂チャンネル登録をよろしく。